はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回も、焼酎、もなのか忘れましたが、宝焼酎の宝モダンです。こちら新発売です。まあ、何が変わったのか全然わからないんですけど、値段は多分、ちょっと高かったっけな。わからん。これ 600ml の25度のアルコール度数。で、原材料がサトウキビ糖蜜のみとなっております。でね、このラベルにもね、もう何にも書いてないんですよ。なんか、何が変わったとか、その何が違うのかみたいな。だから何が変わったのか全然わかんないんですよ。ただ、このラベルを変えただけじゃねえかと思ったんですけど、まあ、どうなんでしょう。ちょっと飲んでみましょう。ということで、乾杯。なんか、何が変わったんだ？本当にわかんない。これマジで飲み比べないとわからんかもしれん。多分、タカラよか、口に入れた時の味みたいなのが水みたい。ただ、喉の奥に通ると、カーッと、アルコールの、カーッと熱くなる感じはあります。多分普通の宝のあれが、もうちょっと辛いと思うんですよね。口に入れた時の辛さが。だから、ちょっと抑えられたんじゃない？タカラ酒造をめくぐります。本当に何が変わったの？だいたい原材料も変わったのか、これ。タカラモダン。柔らかな口当たりとほのかな甘み。ネオレトロで上品なデザインのサワーに合う香類焼酎って書いてありますね。何が変わったとか一切書いてないですね。変わったのか。待て、本当に変わったのかもわからん。新発売。アルコールの角がない。すっきりとしたほのかな甘み。あ、やっぱ角がないのか。確かにまろやかなんだけど、飲んだ後の、辛さはありますね。何も変わらず。でも値段としては 600ml 500円って書いてあるから。値段としては据え置きなのかな？据え置きっつうか普通のあの宝と変わらないのかもしんないですね。ちょっと今見てみますが。あれ？ああ。値段まで書いてないですね。これはぜひ飲み比べるべきだな。今度ちょっと飲み比べた方がいいわ。これ普段から宝焼酎を、これストレートに飲んでないと多分絶対わからない。俺レベルになっても、まあ、確かに口当たりがすげえ、水みたいになってたっていうのは分かったんだけど。あれ、宝焼酎もこんなんだったっけなって。宝焼酎もストレートであんま飲んでないんで、分かんなかった、ね。でも確かに口当たりとしてはない。かなりまろやかになってる。ただ、辛さはあるんですよね。だから辛さがあったから、なんかあれってなったんだけど。宝モダン。宝酒造。他の誰かのレビューで。
載ってるかな、日記とかで。あの、ブログとかで。タカラモダン。誰か飲んでる人がいるかもしんない。ですね。でも確かに口当たりまろやかになってるな。水みたいな感じ。ただあの焼酎らしさがなんか味として焼酎っていう味があんまりしないですね。しなくなってる。当社の独自技術により実現した、アルコールの角がない柔らかい味わいとすっきりとしたほのかな甘みにより割り剤の風味を引き立てるサワーベースにぴったりの酒質を実現しました。うん。いや、でもこれは、いわゆるあの、あれっすね。金宮みたいな感じになってる。うん。金宮と多分飲み比べて、まあでも多分こっちの方が辛いんだと思うけど、どうだろうね、そこら辺。それもちょっと、あの、飲み比べないとちょっと個人的にはわかんないですね。うん。まあでもこれ割ってみて、この味がどう生きてくるかですね。うん。これ割って、ちょっと飲んでみましょうかね。これ割って飲んで、多分この味だと割って飲んでも、割って飲んだら多分味が、焼酎の味わいとして、あんまりしないんじゃないかなって。パンチがないっていうか、その、うん。逆に俺としては、あの、宝焼酎普通のやつの方が、あの、割って飲んだ時に、あ、これ焼酎じゃんって、その、焼酎の味が、するのが好きなんですよ。俺としては。なので、ちょっと、あんまり、よろしくないかもしれない。個人的には。ということで、クオス。今日じゃないけど、最近また買いました。おお、この炭酸よ。ほほほほ、この炭酸やっぱクオスだな。この炭酸はクオスだな。やっぱ炭酸水はクオスだな。個人的には本当に。じゃあ乾杯。うん、やっぱりあれだね。焼酎の味が。そんなにしない。いわゆる金宮みたいなもんだね。いや、でもこれは、すごいかもしんない。これはあれだな。今度、この宝モダンと、あの、普通の宝の焼酎と、あと金宮、この三つを飲み比べることをした方がいいな。個人的に。ちょっとこれは、あの、比べて飲んだ方がいい。下手したら、金宮よか、あの、口当たりがまろやかで、うまいかもしんない。金宮が、いやでもどうなんだろう。
値段としては金宮と値段同じだからな。こっちな。600ml 金宮も500円ぐらいなんですよ、確か。このちょうどこれと同じ、この瓶で。金宮と同じなんで。どうだろうな。これは、ちょっと面白くなってきたかもしんない。ちょっと。これはちょっと、面白いの来ましたよ。ただ、割って飲むとすれば多分俺は、金宮よか宝の方が好きなんですよ。宝の、普通の宝のやつ。宝の、赤ラベルの方が好きなんで。割って飲むとね、やっぱりね、焼酎の味があった方が俺好きなんですよね。なので。まあでもこれは美味しいでしょ。うん。これはまあ、面白い。1314です。ご視聴ありがとうございました。